これマジで早いぞ。というわけでアウディの TT クーペを借りて、また首都高に行きます。皆さんもスマホ1台で借りられますよ。詳細は後ほど。カーナビはメーター部分のみ。かなりのドライバーズカーだな。しっとりもっちりで、BMW 並みに肌触りのいいステアリングだ。形が独特で最初は戸惑う。ウインカーとパッシングは、ここのスティックですね。右スティックはワイパーの感覚と、オートワイパーの感度設定。エンジン切っちゃったので、撮影が角度的に苦しくなってます。アイドリングうるさいし、今深夜だから勘弁な。定番のライトスイッチ、基本的にオートから動かすことはない。ステアリング内のリモコンが、ちょっと独特というか、光るところと、実際に操作するところがずれてるのね。この車はマニュアルで買って楽しんだ方がいい。エアコン操作は、3連吹き出し口のところで行います。ここにはアイドリングストップ解除や、ドライブモード選択があるな。電動パーキングブレーキに、助手席用のカップホルダーなし。どうでもいいんだけど、シートの前後調整はここで行うんですね。いいから行こうぜ。エンジン始動を取り忘れましたが、うるさい直四って感じでした。うわこわ、クリーピングで思いっきり打ち出されるんだけど、独特な形状のステアリングのせいか、いまいちポジションが合わなくて、ちまちま調整してました。怖いくらい前に出ちゃうのと、ハンドル形状がそこそこ角張ってるのと、微妙につかみづらいボディ形状、慣れるまでは正直怖いですね。何よりも、そこそこの速さで、勝手に進んでいこうとするんだもん。さてこのカーシェアは、エニカオフィシャルで借りました。今キャンペーン中で、概要欄のリンクから招待コードを入れると、2500円相当のポイントがもらえるらしいですよ。というかこのフラットボトム高 D シェイプのステアリング、変に引っかかって回しづらいな。ステアリング形状については、私は深淵が一番派ですが、後でまるっきり評価が変わります。というかね、深夜帯の東京特有の、一時停止も人命も無視して殺人的に飛ばす、タクシージジイが来ちゃいました。譲るっていう道路幅でもないので、暖気もほどほどに手早く進んでいきます。S660 ほどじゃないですが、着座位置が低く、なんかレーシングカーみたいですね。私、アウディの TT という車について、R8 の内火版みたいな、なんかピンとこないイメージを持っていましたが、この市場でガラリと変わりました。この車行動最速かもしれんぞ。しかも快適に走れる、自然吸気の官能性と、ターボの殺人的な速さの両立に、使い切れない限界性能、車というのは乗ってみないとわからない。そろそろインターネットは、乗ったことのない車の使用を法律で禁止しろ。信号待ちなのでナビ内をあれこれ見てみますが、まず走行モードありすぎですね。エフィシェンシーとコンフォートって何が違うんだよ。あとオートってなんだ。アウディにとってエフィシェンシーとは、低燃費、快適性、心ときめくドライビング体験の両立につながる様々な取り組みの総体を意味します。公式サイトにこう書いてある。いやわからん。端的に言うとエフィシェンシーは、ハイテクエコモードってことです。ベンツとアウディって似てる感じがあるが、アウディはハイテク感を、特に強く押し出してるイメージだよな。歩行者が出てくるの怖いなぁ。これ油断してたらマジで引きそうだ。後ろが詰まってるから行きたいんですが、危ない運転をする気はないのよ。今のうちに大まかな所言を見ておくか。車重約 1.2 トン、驚異的な軽さだ。やけに加速速くてコーナリング限界が高いと思ったら、そこの百数十キロはでかいぞ。ちょっと調べたら、ボディ外反は全部アルミでできているそうだ。おまけにこの小ささ、軽いわけだよ。これが MF ゴーストに参戦してきたら、アルピーヌの A1 点でも勝てないんじゃないの？マジで刺激的に速いんですよ。ただもうちょっと、周りの方の話をさせて、内装はちょっとプラスチッキーだけど、ステアリングのもっちり感と内装のかっこよさ、これはいいですねー。カーナビが指でグリグリ動かせるところになくて、ちょっと縮小して先の方を見る。これができないのがストレスではあるけど、そんなのスマホホルダーを増設すればいいから弱点にならない。なんというか、ベンツよりも明確に、テクノロジーに包まれている感じがします。指で目的地までスワイプしていって、ここに行くボタンを押す。そういうことができないのは不便だな。2015年に初期型発売だそうですが、さすがにこの年代ともなってくると、いろいろと触れるようになりますね。全体の8割くらいは使わないし、全体の1割くらいは、お別れの時まで存在すら認知せず終わるだろうがな。まあその、車としての作りもドライバーズカーなら、電子デバイスを使っていく体験も楽しめる感じあるよ。6速 AT らしいですが、BMW スープラの時と、同じくらい高い評価ができるトランスミッションです。変速ショックは皆無。
それでいて変速は電光石火、速さも、快適性も、静粛性と燃費も、すべてを兼ね備えている。車全体にも言えることだけどな。で今のうちにエンジンスペックについて話すと、多分これ、履いてるホイールやグレード構成的に、2リッターの FF モデルだと思うんですよね。最大230馬力、最大トルクは370ニュートンメーター。やはり軽さで吹っ飛ばすタイプだな。たった230しかないの？500馬力級と普通に勝負できそうなんだけど。なんというか、特にスープラがそうだったが、300馬力台でもモンスター級に速い車に乗ってるとスーパーカーたちが何をしてるのかわからなくなってくるよな。 MF ゴーストの作者のスーパーカー批判も、 BMW スープラが330馬力程度で出てきたのも今となってはよくわかります。なんというか、楽しみながら速く走ることを考えると350馬力くらいが一つの上限なんですよね。な、BMW スープラの初期型の馬力とちょうど重なってくるだろ。もしトヨタ社がそこまで理解した上で、あえて馬力を抑えて BMW スープラを出してきていたとするなら、むしろそれしか考えられない。なんというか、私は車を一番わかってる自動車メーカーはトヨタなんじゃないかなと思いますね。ただ速いだけの車はたくさんあるが、官能性や操る楽しさ、限界領域での信頼性まで含めて考えると基本的にトヨタ車しか残らないんだよな。アウディ TT を行動最速と言っておきながら、なぜか今名前が上がらない。これはどういうことなのか、首都高に上がった後に話すとして、道を間違えましたな。今ちょうど右側にあるのが入り口だ。投稿主は東京20回も来てないが、まさか奥側から左折だったとはな。さて、乗り心地の快適性については、一通り攻め終わった後に、アウディフィルターという単語と共に語らせていただきますので、今はモードを切り替えて、各部の動作の違いを確かめてみましょう。ほう、アイドリングストップがついているのか。モードを切り替えると、自動でアイドリングストップが、オンになったりオフになったりします。オフボタンを押しておいても勝手にオンにされるので、ちょっと煩わしく感じることがある。エアコン吹き出し口の外周が、なんかくるくる回せるんですが、ただ回るだけで何も起こらない。奥を閉じて風量をカットできるわけではないようだし、正直コストダウンというか、フェアレディ Z で感じるような、後回しになった内装へのコストが感じるというか。まあ走りの車ですから、アウディでコストダウンしてても、私は正直どうでもいいよ。ここをぐるぐる回すと、カーナビの拡大縮小ですか。そしてスポーツモードに入れると、エンジン音が明らかに大きくなるんです。ちょっとうるさいのですぐ変えちゃったけど、さらにコンフォートモードにすると、変速ショックが滑らかになるよう、ギアチェンジの動作を変えているようですね。これは下位グレードでしょうからん、あとは足の硬さというか、ショックアブソーバーの減衰力は変わらないかな。アウディの足回りって、もっとしっとりと動くイメージがあったんだが、TT はスポーツマシンだからな。確かにゴツゴツ感はあるんですが、でもこの足回りの乗り心地、いいですよ。ダンパーがしっかりと動くというか、SUV 並みの容量があるような、そういうしなやかな動きが感じ取れる。いや普通に硬いんだけど、その固めな足と短いストロークの中で、ショックアブソーバーが動くのをはっきりと感じる。その動いた分、しっかりと突き上げが吸収されているので、同格にどういう車がいるか考えれば、この乗り心地はむちゃくちゃいいと思いますよ。普通に長距離にも乗っていけると思う。最高だよな。ただ固めて跳ねさせて、減衰もギチギチに締めてスポーツを名乗るのではなく、しっかりダンパーを動かして硬さを吸収する足。 R35 の足回りがちょっと救えようがないくらいひどかったですからね。パラメーターをかなりスポーツに振ったていていて、これだけしなやかに足が動くんだ。アウディの乗り心地は本当にいいんだろう。この TT 並みにダンパーを使って乗り心地の良さを出す車ってどれだけあったかな。プリウス PHV とクラウンクロスオーバーと BMW スープラとレクサス NX くらいしかなかったと思います。全部トヨタ。運転したフィーリングで平等に評価して、どういうわけか結果的に高評価で残っちゃうんですよね。まあ主に予算の都合上、4桁万円の車に全然乗れてないので、むしろこれからがスタートなんだけど。それにしても排気量が控えめな割に、これっぽっちもトルク不足を感じないよな。これ地味にすごいと思います。低回転の低アクセル解度領域ならターボだろうが、基本的にブースト圧はかからない。だからこそなおさら元の排気量によるトルクが大きく現れるんですが、これも軽さが効いてるんですね。ハイテクデバイスで補うだけでなく、純粋にメカとして軽く作ることでも乗り物の性能を大きく底上げする。 TT という異端児的なスポーツ振り切り商品だけど、アウディに対するイメージが根本から変わった気がします。
この投稿主、事前イメージが根本から変わりがち。だって実際そうなんだもん。なんというか、アウディってさ、悪い言い方すると、ハイテクを活かして粉飾して、結果的によく見せてるイメージがあったのよ。TT に乗った限り、むしろ素性を磨き上げた上で、さらに追加で、上質な味付けをしていますね。アウディは全然見ないけど、そこら中をベンツを走ってる理由がよくわからない。なんでこんなにいいメーカーが影に隠れてる？あと窓を開けてしまっていますが、遮音性もとても高いというか、かなりしっかりやってあるようです。ダッシュボードやら内装パネルやら、剥がしてみたいですね。期待通りの遮音がなされていることでしょう。ただその遮音性ゆえ、自分のエンジン音がかき消され気味かな。嬉しい悲鳴というか、ちょっと残念。私はここ一発の速さとかじゃなく、総合性能で車を見たい派なので、高速乗り逃して正解でしたわ。TT クラスのスポーツ車って、だんだんとクル段差の突き上げに、耐えるだけの時間になりがちだもんな。車重としても乗り心地の良さは出しづらいんですが、よくやってますよ。人生最高クラスの足回りが入ってる、アウディの上位セダンも、借りようと思えば借りてこられるんだけど、乗る前はアウディとか興味なかったのに、途端に気になってきた。この車から R8 を考えていくと、なぜランボルギーニのウラカンと同じ音のエンジンを、アウディから買うんだという気持ちも消える。ウラカン自体も、足の快適性は素晴らしいらしいですが、これは気になっちゃうなぁ。そういえば言っていませんでしたが、横幅は1830ミリ、前後に4180ミリ、最小旋回半径は 4.9 メートルです。車体自体はコンパクトサイズだが、運転フィーリングとしては、ちょっと大きく感じる場面がある。ダッシュボードのライン高、ボディが丸っこいのかなぁ。ちょっと感覚つかみづらいかも。あと、スポーツカーらしいといえばらしいんだけど、車内に窮屈感があるのが否めないかなぁ。まあ大した問題ではないさ。コンパクトスポーツクーペなんだから。さて乗り出してからこれまで、ずっと街乗り領域で流しているだけでしたが、今のところ、速い感じないんですよ。かといって遅い感じも出ない。直四ターボとして、おとなしく優等生。そんな感じのエンジンの評価だな。低回転域も緻密に燃焼してるんだろうけど、エンジンの組み上げ精度的に言えば、レクサスみたいな感動はないっすね。こう考えるとレクサスの組み付けってすごいよな。今の右へのレーンチェンジ、完全に意味なかったけど。普通右からって思うやん。さて、一番名前がスポーツっぽい、ダイナミックモードで行きましょう。ここの合流は本当に短くてシビアだ。安全のためにもしっかり踏むぞ。加速合流が無理そうだったので、減速して後ろに入った後、速度調整で踏み込んだんですが、なんというか、低回転域の加速フィールから、これくらい踏んだら、これくらいの加速するよねっていう、そういう肌感あるじゃん。そのノリで踏み込んでいったら、一気にドカンとロケット加速をしだして、加速が強烈すぎてビビり散らかしましたわ。このエンジン、低回転域、および低アクセル回路領域では、自然吸気として、3000回転以上の、高アクセル回路領域では、ターボエンジンとして、そういう風に振る舞うようだ。まるっきりキャラクターが変わるゾーンが、3000回転ら辺にある。R35 では4000回転がそれに当たるんですが、上辺度合いは R35 以上ですよ。怖すぎる、覚えてないんだけどさ、雨だし、段差だし、これタイヤ滑ってたんじゃないの？リアにクアトロとは書いてなかったが、普通にいるわ。踏み込んだ時が早すぎる。R35 と同じくらいの刺激があるし、なんなら軽い分、R35 以上に感じる。最初に教えて欲しかったよ。知らずに合流で踏んだら、これ事故るんじゃねえの？全く同じレイアウトで、この車が MR だったら、本気で危なかったかもしれんな。冷静に考えて、パワーモードで踏んでいったわけですから、私が迂闊でしたね。だって、これがもしフェラーリの 488GTB だったら、あの合流加速を、スポーツだかレースモードで、絶対やらんでしょ？まさかこの TT が、そのレベルの加速力を持った車だとは思ってなかったんだぜ。本当に。本当にそうですよ。低回転域がおとなしかったから、完全に油断してたというか騙されたというか、気づかなかった。例えば R35 って、正直低回転域が、遅いところあるのよ。軽自動車に青信号加速で負けるような、踏んでも伸びていかないような、そういう低回転域があるんだ。でもこの TT のフィーリングは、どちらかというと自然吸気っぽかったんですね。この二面性、初見には事故るレベルで危なかったが、エンジン性能としては素晴らしいな。全世界から称賛されるべきレベルにある。トップエンドの性能と、低回転域の性能。この二つの両立は、
本的には不可能。それを完璧にやってのけるって、エンジン制御の完成度的には、AMG 級なんじゃないの？しかもたったの2リッターでやるからな。驚かされるぜ。そして段差をガタガタ超えても、一個一個の衝撃を、ちゃんとダンパーが吸収するんだ。このショックアブソーバー素晴らしいな。これはちょっと車高下げたくなっても、迂闊に車高調導入なんかできねえ。私の PHVGR が、ちょうどそういう足なのですが、素直に感動するし、アウディさんすごい。数年前に、残念オリンピックとか言ってたが、何に対しての発言だったんだろうな。これで新車価格が、540万円なんでしょ？自分が自動車メーカーの開発者だとして、550万円で、このレベルを作れる気がしない。スバルの WRX を少し詰めると、ある程度は近づけそうなんだが、軽くて小さいボディを活かしきるパッケージングに、小手先の工作ではかなわない。というわけで、ダイナミックモードで首都高に乗ってきました。だんだんと来る段差が一気に増えますが、さすがに突き上げが出るというか、乗り心地硬いなぁ、スポーツクーペだなと思わされます。アウディでデートにも行きたくって、TT を買うのは正直やめといた方がいい。さっきダンパーがしっかり動くと言いましたし、それ自体は何も間違ってないですが、やっぱり硬いものは硬いのよ。何より減衰の締め方が、スポーツカーなんですよね。個人的には収束を決める減衰よりは、初期の突き上げを決めるバネレートや、ホイールサイズ、空気圧の方が大事だと思ってますが、だとしてもこの減衰はかなり締まってますね。安定性のために一瞬で振動を収束させるせいで、乗り心地のハード感が増してしまっている。これがもし、高速道路で、クラウンロイヤルを追い越してる時のような、上下に大きくホイールを動かした後、時間にするとコンマ数秒の差ではあるが、その動きを一気に殺そうとはせず、ある程度の動きを許容する足なら、もっと快適だったんだが、元の設計は本格的なスポーツカーであり、快適性は付加価値に過ぎないことを理解する必要がある。こうしてみるとかなり硬いっすね。ただじわーっと踏んでいく分には、ターボだと気づかないくらい自然に回る。映像で見てる感じ、かなり乗り心地は硬そうなのだが、ショックの動きのおかげで、なんとか苦痛にはなっていない。さっきのところの左カーブ、渋谷方面から来ると最初のヘアピンなので、基本的に恐る恐る入るんですよ。軽いからだよなぁ、タイヤに限界が来るのを感じないです。ステアフィールというかロール追従性としては、かなりクイックです。切った瞬間から、た分だけ切れ込み出すし、ロールの収束を感じないです。わずかな操舵にも反応し、動かしたら動かした分だけ、狙った通りに動いてくれます。ブレーキについては、わずかに踏めば、かっちりと車速を削ってくれるので、大変頼もしいのですが、ズドンと、突然急ブレーキになることもないので、扱いやすくていいですね。ちょうど前を走っているが、雨の中での50プリウスって、安定性があってとても頼もしいんだよな。でもさすがに、アウディ TT の軽さと安定性の前では、自分で持っているからこそ、叶わないなと思っちゃいます。あっちもあっちで、タイヤグリップとモーターアシストを使い切って、結構狂気的なペースを作れるんだがな。元の加速性能と、重量が違いすぎますね。ここで私、オービスが見えてるのに3速でアクセルを開けていく。ここから先、危ないというか、知ってても怖い区間です。まだ路面はウェットで、急カーブで、うねってて、ここからですね。この車に対して私が感じた、信頼の受けなさというか、足の動きへの不安感というか、硬すぎる足と、軽すぎる車重ゆえの、ドライビングプレジャーとしての、マイナスポイントが顔を出します。やっぱり足が硬いんですよね。いいダンパーを積んでようが、この硬さでは、瞬間的に跳ねるように感じる。そしてコーナリング時に段差を超えた時、四輪の接地バランスが、取れなくなっていく感触があるというか、全体がバタつくんです。サーキットだったらこれでいいんでしょうが、路面の荒れた首都高でこの足は、正直不安感でしかないですね。また、路面が雨というのもよろしくなかったですね。雨の日に、タイヤに負荷をかけた状態で、段差をガタンと超えると、再設置時に滑ることがあるだろう。車重にもよりますが、私は黄色信号へのブレーキング中に、ABS が作動したことがあります。その手の不安感が、常につきまとうんですよね。軽いこと自体は雨では有利だが、段差を超えた後で、瞬間的にタイヤと路面とのグリップを失ってしまうような、そういう不安感。あとですね、純粋に軽すぎるせいで、常識的なペースで流している程度じゃ、タイヤグリップの限界が見えてこないんですよ。これ自体は素晴らしいことだ。狭い行動で、果てしなく速いという意味だからな。でもですね、乗り物と肌感をすり合わせながら、タイヤグリップを感じながら、
荷重をかけて走っていこうと思うと限界が高すぎて見えてこないし、ロールの収束もないということで、どれだけ上に行けるかわからないんですよね。だから常に不完全燃焼感がつきまとってしまうし、タイヤの余力ベースでは何も無理してなくても私は怖く感じてしまうんですよね。オービスが光るくらいもっと狂気的に攻めれば変わりそうだけどな。この雨とこの段差通過後の足の動きじゃやる気起きねえわ。終盤でそこそこ攻め込むけど、というわけで前も空いたし、ここら辺でフル加速テストをしてみましょうか。やはり鋭い加速しますね。正直スポーツカーと呼ぶにはあまりにも速すぎる。もうちょっと試しましょうか。BMW スープラと比較してしまうが、あっちは楽しみながら走っていける速さに相手抑えてあるのに、こっちは殺人マシンだな。こんなの速すぎて公道じゃ扱えねえよ。すごいマシンであることは痛いほどわかる。でも全体的な動きが楽しい車かと言われるとどうしても迷う。タイヤグリップの限界の接近を伝えてくれて、ステア操作とロール収束とのマッチングも抜群で、負荷をかけていっても制御できないところにはいかない。そういうトヨタというか GRD だか GR 系のスポーツ車の信頼感ある動きを知っているとどうしても慣れないな。ただ機械的に速く走るのだけが法定速度を無視する楽しみじゃないだろ。低負荷域の感応性とショックの快適性はスープラはちょっとこの先左に降りるようなところもなかったんだけどな。軽くて限界性能が高いと引くのが遅れるというか、相手遅らせる癖が出るよな。接近してきて危ないじゃなくて、このタイミングでブレーキを踏めばピンポイントで身を引けるのがわかるというか、外からは危なく見える運転がタイヤの余力やシャシー性能ベースでは実は危険運転になっていないこと、高性能車を選んでおく特権ですね。特に快適性が高い車種はスピードレンジを問わずに楽しめる。数百メートルだけおとなしく流してましたが、そういうのは後でいいや。もう少しペースアップしようか。 GT のドライビングとしてはトヨタ車みたいな乗り物の動きを感じながら一体感を伴って流していくというより、果てしなく高い限界性能にソリッドなシャシーで挑んでいくというか、どこまで使うかの見定めって感じだな。さてカーナビ設定をしたら、渋谷東名高速方面ではなくてその北側で降りるように言われました。走ったことのない道ですが、せっかくだし行ってみましょう。ここで私少しだけ追い込んでみたくなる。こういう系の動きが読めないというか、段差を超えるたびに崩れるというか、気の置けない車種は好きじゃないんだが、追い込むとかいう割にはそこまで攻めてもいないんだが、やっぱり速いですね。雨が降っていなくって段差もない路面だったらこれ速いだろうな。カーシェア特有の謎タイヤが履かれている可能性は残っている。そこまで厳密に見る企画としてはやっていない。でもせっかくアウディ TT を所有するなら、ミシェランのパイロットスーパースポーツ履かせたいですね。というわけで満足したので、ゆったり流しながら私が勝手に感じたアウディフィルターについて考えましょうか。 TT はかなりスポーツに振った車種ではあるのですが、その中であってもアウディ車ならではの快適性への工夫をしっかり感じられます。端的に言えば、外の世界からの入力を全て最低 30% 波カットしてから伝えてくるようなフィーリングなのです。遮音もそうだし、ショックアブソーバーの動きもそうだし、ステアリングから伝わってくる振動もそうだし、シートの座面もそうだよな。この足の硬さなら数時間乗っただけで全身が痛くなってもおかしくない。でも TT ならそういう疲れ方をする感じはあまりないというか、むしろ長距離も普通に快適に行けちゃいそうです。世界の見え方がワンランク違うというか、快適性に意識を傾けながら乗ると時間の流れがゆっくりになるというか、 RS 系統の足の硬さがどのレベルなのか個人的に気になってなりません。自動車に対して総じて言えるのは、ただ固めて動きを抑制するのではなく、むしろある程度の動きは許容して、それが大きくなりすぎない範囲でワンテンポ置いてから収束させる、そういう動きをするのはいい車だ。ただ機械的に速いとか、入力を与えた瞬間から体が持っていかれるレベルに反応するとか、感性の領域を強く意識しながら運転している私には、そういうことだけが正解ではないと思います。まとめというか、個人的に結論付けると、快適性はスポーツカー最高峰にあり、殺人的な速さは公道最速クラス。しかし高すぎる限界と段差を超えるたびに崩れる接地バランスゆえ、楽しみきれない要素が残る、そういう一台だったな。少なくともコスパ最強で買って後悔することはないと思うぜ。普
通に速くて快適で、R35 クラスの速さから、アホみたいなデカさと、不快さを取り除いたような世界にあります。本当に総合点高いですよ。そして、みんなでもっと、アウディ車の実力に目を向けよう、本当に驚かされる体験でした。アウディとかほとんど興味なくて、せっかくエニカで乗れるから、GLA と SLK のついでに、とりあえず乗っていくかというノリだったのに、まさかここまで良かったとは。車というのは、本当に乗ってみないとわからないな。土屋圭一が出てくる系の YouTube チャンネルのコメント欄で、知った気になって、乗ってもない車の評論書き込んでる人は、ネットから消えてほしいですね。褒めはしたけど、車のことを知っているか、機械の動きを強く意識しながら乗っているか、そういう習慣と、体験の積み重ねがないと、伝わらないよ。なんというか、この試乗機の動画も50台に迫って、ワインや俳句の趣味みたいになってきたよな。私は昨晩も半額弁当を買いに行きましたが、食生活はクソみたいにケチってても、その分で浮かせたお金で、車乗って感性磨くんだ。そういえばメーター右側の、右上にある青い縦のバー。これが、交差点までの距離を示します。ナビ案内はかなり見やすいよな。メーター内に地図があるのは、危ないという意見が一般的だろうが、少なくとも運転している限りでは、見やすい。これに尽きるぜ。あ、ここ右折だったわ。話聞いてた？いやーね、あと60メートルとか表示してくれれば、ここら辺かあっても加速できるんだけどね。ここで私、内装がプラスチックだよなという、謎のおててペンペン。ダッシュボードの素材や、エアコン吹き出し口の作りは、トヨタ車とあんまり変わらねえな。目に見えないシャシーに金をかけて、いい車に仕上げて、余った部分で、内装は安く問題なく仕上げる、そういう設計してるんでしょうな。は？ここで右折？無理だろ東京の道路幅なめんな。そう見せかけて、行けたっぽいというな。もう返しちゃうので、最後に言いそびれたことを話しておこうかな。まずは最初の方に、戸惑うけど後で意見が変わるといった、D シェイプのステアリングについて、確かに独特な、ただのフラットボトムではない、あちこちボコボコしたような形状なのですが、ここでアウディフィルターが効いてくるんだ。優雅にクルージングしている時、右肘をドアの上に置いて、右手だけを、軽くステアリングに置こうとすると、実はちょうど、右下の角のところに、手が引っかかるようになっているんですね。たまたまかもしれんが、操作がわずかに楽になるな。返却後にプリウスに移った時、右手をかけるところがなくて、ちょっと残念に感じましたもん。そして今アイドリングストップ中ですが、アイドリング状態での停止時に、ブレーキを置くまで踏み込んでいると、クラッチの回転なんでしょうね。メカニカルな振動が、ブレーキペダルを踏む右足に伝わってくる。ちょっとした小ネタだな。あとはボディ剛性についてなんですけど、アウディのことだし、高く作っているに違いないんだが、特に感じないですね。トヨタの TNGA プラットフォームみたいに、段差を超えただけで、とてつもない剛性を感じるというわけでもないし、だるさがあったりもしない。そんなことよりもさ、ショックの能力が高すぎるのよ。TT でバンプラバーに当たることなんか、障害ないんじゃないの？いい意味で、車格不相応のオイル容量だと思います。アイドリングストップからの再始動は、可もなく不可もなくといった感じ。ハスラーみたいに、クランクシャフトが回り出した瞬間には動き出しているほど、手早く出られるわけではないし、ブレーキを離してから動き出すまで、体感できるほどの発進遅れがあったりもしない。といったところで、バックビューモニターがないこと以外、メモに書いておいたことは、すべて動画で話し終わりました。MF ゴーストの作者さんよ、ロータスを出すくらいなら、この TT の方が良かったんじゃないの？よくロータスは、スペック的には大したことないエンジンだと言われるが、この TT は、凄まじいエンジン積んでるからな。言うて230馬力くらいでしょ？コンピュータと排気だけいじれば、余裕で300超えそうに思うけど。これやっぱり、MF ゴーストの作者さんでさえも、この車のポテンシャルに、気づいてなかった可能性があるぞ。いやマジで、例えば WRX や、日産のセダンの方のスカイラインは、実は速いぞって言われてるの見たことあるけど、アウディの TT が言及されているのを、人生で一度も見かけたことがない。さて、実はジムニーの時と同じ駐車場なのですが、前回は金曜日の夜に来ちゃったからなのか、この TT は借りられていたんですよね。なんかもったいないというか、二度手間というか。それを言うならカーシェアを借りるためだけに、かれこれ何回も、東京と岐阜の往復を、繰り返している行為よ。私はことあるごとに、東京エリアの家賃をバカにする発言をしていたけど、カーシェアや新型車一つとっても、東京中心だからな。月に2回は往復していると仮定すると、高速代やら燃料代やら宿代やらで、得られるもの次第じゃ、もう一件借りられるレベル。目先の金額が高いじゃなくて、何を得られるのか。
大事なのはそういう価値観なんですよね。そしてこれは残酷ながら、貧乏人と金持ちを明確に分けていく要素の一つだ。と、売ろうとしてる不動産のお金が入ってこずに、金欠の人が言っております。最後に、バックビューモニターがない中、ロック板をピンポイントで避けながら、一番奥のマスに、止めなくてはなりません。ロック板がクソ厄介だよな。とりあえずお尻を放り込んで、前出しで調整する手が使えない。はあ、クソが、電動パーキングブレーキが、ドアを開けると勝手に作動しやがる。窓を開けて、顔を出すだけじゃなくて、最近身につけたんですが、体全体を乗り出して、位置を把握するんだ。というかお前アウディだろ、バックビューモニターくらい内蔵しとけよ。クリーピングで激しく前に出るのが、ここに来てデメリットになっております。ちょっと角度をミスりました。まあそんなところで、かなり興味深い車の紹介でした。次は旅動画を挟んでから、ドンガラポルシェかな。左ハンドルで、車がソリッドすぎて、正直評論もクソもない内容だけどな。というわけで長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。